よし、到着した。じゃあとりあえず回復していこうか。このね、HP 回復のブドウ、ダイも陽キャ買っといたから。とりあえずこれでいけると思うよ。まあ頑張っていきましょう。はい、ということでバトルですね。配下に守られてる。あれか、弱点、ウィークが疲れへんってことなのかな。こいつらの弱点何やったっけ、また忘れてもうた。とりあえずじゃあこれ効かへんかったっけ。マジック効いてへんね。オッケー、かかって忘れてもうた。弓は効く。サミダレア、あ、弓効かへん。マジか。200、うー、300、きついな。火から氷が効くっけ。氷を切り裂け。オッケー、氷やったね。ナイスナイス。覚悟はいい。やっぱ強いな。横一文字切り、横一文字切り。あ、オッケーオッケー、これもいくね。で、あと氷の大魔法でとりあえずはいけるはず。もう一回横一文字切りとっか。横一文字切り。オッケー、いくぞ。あ、こいつ先。オッケーオッケー。そしたら、あ、マジック、いや普通に攻撃して割っとこう。どう動く。でこっちも斧、いやあの位置は属性やな。あ、おらんかったね。そうそう、オッケー。そしたら、ターゲットでまあ外さんようにしといてもらいましょう。あ、サイラスさんの、やっぱサイラスがあれやな、防御が低いね。じゃあこの大凍結魔法を食らわしておきましょう。2人食い寄らせて、で今のうちに回復したいね。こいつはやっぱ攻撃やね。いいですね。いくぞ。で、テリオンでじゃあ回復しよっか。これはまだこっちでいけるね。OK。強化魔法。やめて。強化しないで。今でさえ、今ただでさえしんどい。そしたら、横一文切りをマックで入れて。横一文切り。いいですね。あ、でも1300食らっても全然ないやん。さあ、どうで。じゃあ、学者の技、大氷結魔法。狂乱よ、巻き起これ。配下も強いな。おい、やめて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 。800くらい嫌い食らうよね。あ、テリオン。うおお、よう耐えた。でまず自分を回復しよう。体力回復のブドウ大使わせてもらう。でさあ、どうだ。これで、復活。どれや、復活のオリーブ台使っとくか。これでどうか。 OK。 2000でかいね。覚悟はいいか。でオルベリクさんはどうしよっか。横一文字切りやな、やっぱり。横一文字切り。下手しいこの前二人がこのタイミングで弱ったりピヨったりしてくれたらいいんやけどね。オルベリクさん回復しとこうか。オッケー、これでちょっと安泰でしょう。横一文字切り。オッケー。で、テリオンはどうしよっか。あ、そういやさ、アイテムであれがあったはずやん。これこれこれ、この精霊石ってやつ。これ使ってみよっか。これ使ったらパリ、その弱点だけが割れる感じだかな。ダメージ食らう。あ、ダメージ結構食らうね。うお、この魔導弾っていうのがきついわ。よし、おうおお、やば。あ、待って、え、待って、向こうのターンから。ちょっと待って、耐えろ耐えろ。よし、耐えた。じゃあまずは2人を助ける。あ、あかんない、とりあえず2人が耐えれるようにせなあかんか。
じゃあこの全体回復のブドウ行こう。少ないけどね。これよ。で変えてもらって順番は、あ、順番またこいつか、オールベリックさんね。じゃあ復活のオリーブ大をこっちからいこう。これを使え。さてで、もう一回復活のオリーブを使っといて、オッケーオッケー、耐えてるね。じゃあとりあえずパリーだけしとこう。一人かかってこい。で、あ、さあこれでさあアイテムで、このアイテムはちゃんと有効利用していかなあかんね。くらえ。これでパリーでしょ。オッケー。これ魔導弾が強いわ。さてどうしよう。で、こいつの次はテリオンやからオッケー。じゃあ大氷結魔法で攻撃する。配下も強いわこれ。でテリオンで、このブドウでね、オルベリクさんを回復。うこ、サイラス、どうしようかな。順番はやっぱ回復しといた方がいいね。大使うか。使え。で次ここで、回復を大使って、これを使え。うん、で耐えれるようにしよう。はいか、2人どよし。で、こっからまた削りに入っていくねんけど、オルベリックさんマックス、いや普通に戦う使って、1人パリーしとこう。オッケー。あ、しかも倒れてくれた。いいね。どうだ。で、氷も使っていきましょう。氷を、テリオン切り裂け。テリオンめっちゃ低かった。これマジックステージでいけるっしょ。で、カリウドの技。いや、いや、アイテムで回復してあげよう。使え。オッケー。で、これも3回でいくか。で割っていきましょう。オッケー。いくぞ。でマックスで、これどっちも大丈夫だね。そしたらマジックスティールで攻撃。オッケー、倒しました。よかった。無防備になった。私の出番だ。じゃあ、こっからは弱点をまた見つけていくんやけど、どうしようかな。会心の矢入れてみる。狙い撃つ。弱点じゃない。強化魔法。何が効くんやろな。あ、斧が効いたんか。しまったな。炎。炎効かない。覚悟はいいか。剣は？剣も効かない。うわ、マジか。何が効くの？ああ、サイラス。ここからが本番だ。でもまあまあまあ、一人になってくれたからね。だいぶ楽やね、ここからは。これを使え。で、斧か。とりあえずマックスで斧をどっついといて、オッケー。タガは効くかな。あ、効きましたね。よし、ここからが本番。で、こっからは槍か。あと槍ぐらいやもんね。一番槍入れとっか。マックスで一番槍。オッケー、いいね。弱点、あとはじゃあ魔法かな。どうしようか。あ、しまった、 SP がなかった。台入れとくか。使っておこう。かかってこい。じゃあユミは、あ、でも今聞こうからとりあえずやっとくか。会心の矢でいいですね。今までも結構ダメージは入ってると思うんだけどな。マジキッチン。さあ、オルベリクさん、あ、オルベリクさんもあれやな、SP がなくなってきたから。
SP0 で、じゃあこれもタガーで、マジまたピリオラしたいな、できるだけ。さてどうしよう。氷は、あ、氷やったね。雷かさ、イカズチよ。あ、雷聞こへん。サイラさ、じゃあ全部攻撃通らへんの。そしたらオルベリックの SP 回復しよっか。使え。OK ね。で、ここで千本槍、千本槍にしよっか。当たるかな。2発3発、あ、3発あってくれた。 OK。 じゃあ次は、あ、テリオンね。じゃテリオンのタガーで火を出したら OK。 こうやって攻撃させない戦法やったら結構しいかもね。雷も効かへんかったか。本気を出そうか。氷乱よ巻き起これ、うん、まあとりあえずピヨった時に魔法を使う感じにしよっか。ほんなら、まあターゲット入れといて、テリオンはタガー。まあこいつね、どうしてもやっぱ強くないよね。反対攻撃はそこまで強くないから、まあサポートになるのかな。千本槍入れときましょう。おー、いいね。やっぱりターゲットからの千本槍は結構強いかもね。じゃあ土砂降りや、これも結構当たるっしょ。めっちゃ外すやん。さて、じゃあサイラスさんも大撃魔法で入れておきましょう。魔導だ、これがきついよね。よし、ここからが本番だ。ここからが本番。ああ、自分たぶん SP ない。 SP じゃ入れとこう。使わせてもらう。なかなか考えがいない。で、サイラス、あ、これで一回殴ってみようか。ウィークじゃない。そうでっか。じゃあこっちはタガーやね。あ、ライフにしよう。ライフスティールだ。私の出番だな。で、斧でマックスの攻撃入れて、もう一回いけへんか。どう動く？あ、いけるやん。よし、寄らせましょう。あ、もう一回来た。いいね。で、盗賊の技、これもまたライフでいいかな。さて、オルベリクは結構持っとるから、あ、これやってみようか。十文字切りそんな食らえへんかった。さて、じゃあサイラスさんは何でも大この火炎魔法で攻撃しましょう。焼き尽くせ。硬いな。じゃあこのターンはちょっと回復ターンにしよっか。アイテムで、SP 回復を自分に入れておきましょう。で、テリオンは大丈夫ね。テリオンは普通に、じゃあ攻撃、あ、いいや、アイテム回復しとこう。範囲と回復、うん、で、オルベリクさんは HP 回復しとこう。使わせてもらう。 OK ね。サイラスがちょっと怖いけどね。いいや、じゃあサイラスも回復してあげよう。使え。オッケー、これで万全ね。えっ、何これ。ちょっと待ってよ。範囲と3で、あ、でもこれあれか、守られてるってわけじゃないか。奥のピオラシタのあるやつ4、あ、いいね、おかわり、ナイス。で、オルベリックさん、あ、3回入れれんね。じゃあこれでピオらせましょう。怖いから。で、この手前のやつはどうしようか。無視しとっていい？マジックスピード。学者の技、これでまあ牽制しよっか。これ何？名前は魔導騎兵オルリック型。頭が氷っぽいからね。雷でも言おっか。雷鳴よ驚き響け。あかんかった。またこっちか。
危ない。じゃあマジック、いやライフにしよう。ライフで攻撃。あ、ほっといてもいいぐらいの強さかな。そこがちょっと分かれへんね。槍も効かへん。なかなか考えがいが。よし、じゃあまた今度火炎行こっか。あ、ウィークか。いいね。てか奥のやつ体力多いな。おっしゃ、いい。覚悟はいいか。どうしよう、落ち着いて考えろ。範囲とさんの体力が低いから、あ、全体回復にしよう。これを使え。もったいないけど、行くぞ。で、じゃあ徐々にまた SP を、 SP ちゃうわ、シールドを減らしていきましょう。かかってこい。で次は斧。あ、1回分か。もう一回、オッケー、ナイス。おお、まあまあね。なかなか考えがいが。こいつはでもあれやな、弱点疲れへんから適当に火炎魔法でも入れとくか。さあ、ああ、またこいつね。じゃあ自分はじゃあ SP 回復しよう。使っておこう。よし。行くぞ。でテリオンでパリしてライフやな。パリしといて、オッケー。私の出番だな。で次ね、どうしよう。あんまり強くないよね、この土砂ブリアがここに来て。だから会心入れとくか。うん、それでも微妙やな。ハイトの持ってる武器はちょっと弱いんやろな、多分。十文字切り、一番やるをオルリックにつくと。もういいダメージ入ってんちゃうの。一番やり、一番やり、うん、すごいな。これが2章ってわけか。じゃあここでマジライフでマックスをオルリックに入れた。ああ、今とどめの気持ちです。どうした。おうおう、全体攻撃かかってこい。どうしよっか、範囲ともな。とりあえず会心の矢を飛んどいて、さてどうしよう。学者の技、これはでもとりあえず大魔法で手前のやつもピオラしとこう。火炎よ、焼き尽くせ。 OK。いいね、ハンイットさんはだからこれで HP 回復しといて、でテリオンでまたこのパリをね狙っていきましょう。マジックスピードだ。かかってこい。ハンイットさん、あ、3回いけるね。おかわり来い。もう一回、よし、ナイス。ナイスやけど、ここでピオらせるやつがおらんねん。火炎よ、焼き尽くせ。この全体攻撃がやらしいな。暴れんな。おほ、ちょっと待って、まずは全体回復の武道を使って、これを使え。安全圏に入れる。で、こいつは攻撃してピオらせる。でこいつで復活させる。復活も台使うか。ちょっとこの次のパートまでにこれレベル上げせなあかんな。やっぱ20レベルの、おぉ、20レベルの壁は分厚いわ。じゃあライフでホルリック。なかなか考えがいがある。サイラスで火炎魔法。で、これをオールベリークで、一番やります。私の出番だな。
で、最後ハンイットで会心の矢を OK。 はぁ、あ、疲れた。あ、そうか、ハイカも倒さなかったね。 OK、 こっからは紹介試合でーす。マジックスピードで、はい、終わりですね。いや、長かった。ほんで強いわこれ。やっぱちゃんと22レベルに全員持っていった方がいいね。バカな高田コソドラに、この私が。こいつはいただいていく。さて、ボルダーホールに戻るとしよう。ヒースコードの言いなりというのも気に食わんが。戻った。テリオンさん、よくご無事で。こいつが石流石だな。確かに石流石で間違いございません。本当に、なんとお礼を言ったらよいか。お嬢様、テリオンは約束通りに取り戻してきただけです。それに戻ってきたのは石流石のみ。まだまだねぎらうには早いかと。ですがヒースコート、腕輪は外してあげてもよいのでは。余計な気遣いはやめてくれ。そんなつもりは。それに、この腕輪が外れれば俺が逃げ出すとは思わないのか。そうは思いません。何？物事を途中で投げ出すような方にテリオンさんは見えません。これだから苦労知らずのお嬢様は人を簡単に信じすぎだ。よく覚えておけ。どれだけ信じようとも人は裏切る。裏切られてから泣いても遅いな。それは。お嬢様、そこまでです。テリオンの言う通り、腕輪はまだ外すべきではありません。わかりました。それで次の流石はどこにある？探りを入れておりましたが、ウェルスプリングにあるようです。ウェルスプリングか。確かあの町では闇市が開かれていますよね。闇市のことを知っている。裏鍵を関わるやつしか知らないはずだ。こいつはただ者ではない。その闇市で緑流石らしき宝石が出品されている、そういう連絡がありました。わかった、すぐにでも取り戻してこよう。どうかお願いいたします。テリオンさん、見送りなら結構だ。あんたたちと馴れ合う趣味はない。ですが。行ってしまわれましたね。良いのです、お嬢様。彼にも矜持というものがございます。矜持ですか。人から後ろ指を刺されようが、盗賊は盗みの技で生きるもの。
その腕には誇りも自信も宿ります。しかし私たちは彼を陥れた。そんな相手からの同情と気遣いは侮りと感じるのですよ。いや、そう感じるほどの矜持がなければこの役目にはふさわしくないのです。そうなのですか。誇り高い方なのですね。お嬢様。いや、そのあの方が見せる寂しそうなお顔が気になって、まるであの頃の私のような。そうですか。先ほどはあのように言われてましたが、本当は。かくして再びテリオンは旅立った。次の獲物、緑流石を求めてサンランド地方ウェルスプリングへテリオンの旅は続く。はい、ということでね、やっとテリオンさんの第2章終了いたしました。地図はどうなのかな。ウェルなんとかってどこやったっけ。ここか。第3章なのにね。あー、やっぱり36レベルきついね、なかなか。こっから南に下っていくとかね。はい、そしたらまたね、続いて別の主人公の第2章進めていきたいんやけど、レベルが低いんはここやけどな。ここどうやっていくんやろ。こっちから回る。なんか怖いよね。こことかもう完全になんか第3章のなんかエリアっぽいからさ、あんまり近寄りたくないんやけどな。だからここ行きたいんやけど、ちょっと行かれへんから。一番レベルがね、次低いんがここか。この、クオリークレスト、クリフランド地方ね。ここのトレサさんが22レベルってことやから、次はね、ここを目指していきましょうか。あれはね、ゴリ押し仕様にも結構レベル差がないんやったら、属性もしっかり考えていかなあかんね。相手のウィークポイントをちゃんとさせるやつでね。なんでちょっとね、次回までに、今の屋敷でね、ちょっとみんなのレベルを上げておきたいなと思います。それでは皆さん、次のパートでお会いしましょう。バイバイ、またねー。